僕のターン。スタンド&ドロー。ロップイヤーシューターにライド。さらにボーマンをコール。トロンのブースト、ロップイヤーでエルゴディエールをアタック。さらにトロンのスキルでパワープラス4000。ノーガード。ドライブトリガーチェック。ヒールトリガー、ダメージ1枚回復。パワーは神器の騎士ボーマンに。うわぁ、春風のメッセンジャーのブースト、ボーマンでエルゴディエールにアタック。ダメージチェック。カウンターブラスト発動。春風のメッセンジャーをソウルへ移動。山札の上の3枚からゴールドパラディンを1体選択。月影のハクト、ペリノワ王、スペリオルコール。このユニットが山札からコールされた時、相手ヴァンガードがグレード2以上ならスペリオルライドできる。夜空を照らす希望の光、愛と勇気の力とともにライド。日陰のハクト、ペリノワ。このタイミングでスペリオルライド、もう一回攻撃されちゃうじゃん。ペリノワでエルゴディエルにアタック。うん、クリティカルヒットエンジェルでガード。ツインドライブ。ターンエンドです。